でっかいっすねこれめちゃでかい。はい、どうも皆さんこんにちは、つなきぴでございます。今回はなんと、はい、以前紹介したインスタントブロックモッドっていうものがあったんですけども、そちらの、革命的に進化してたんで、はい、まあ、それをね今回紹介していきたいと思います。はい、で、ね、前回じゃなかった、以前この動画出したんですけども、これの前の動画ですね、革命前の動画です。はい、出したんですけども、まあ、それ見てない方のために一応このモッドの簡単な説明をさせていただきます。インスタントブロックモッドとはモッドで追加されるアイテムを、使用すると、まるでね、インスタントヌードルじゃない、間違えた、インスタント商品のように建築物が一瞬にしてできてしまうっていう、ものになっております。はい、まあね、でその建築物なんですけども、こんな感じでね、もう追加されます。ですが、あまりにもちょっと多いんでまあね、3ページ分あるんで、2ページもあるんでちょっと多すぎるんで、今回ね自分が厳選した、今この目の前にあるチェストがあるんですけども、この中の、これだけをね今回は紹介させていただきたいと思います。あとはねダウンロードしてぜひね皆さんの目で確かめてみてください。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、以前の動画と全く一緒で、右クリックを、アイテムを持って右クリックをします。もちろん地面にですけど、はい、地面にやります。そうするとこういうね、ジャイアントツリーなんちゃらこちゃらバイベリーみたいなの出てくるんですけども、でこれでプライスをします。で、勝手にロードされるんで、これはちょっと待たないといけないんですけども、待ちます。でダートとか、まあ、ここら辺は何もいじらずに、でもう一回プライス押します。でバックトゥーゲーム。はい、そうするとですね、こんな感じで、はい、見てくださいこれ、はい、こんなね、建築物がなんと一コマンドっていうか、プライスってボタンを押すだけでできます。でここね、何気にネザーゲートがあったりとかこれね、もう普通にサバイバルで使えるんですけど、こっちにあるのはちょっとさっきお試しでやってみたらやつなんですけども、はい、こんなのができます。でね、これね、何気夜にするとかっこいいんですよ。はい、こんな感じで夜にするとなんかすごい、なんかメルヘンチクじゃねえわ、まあいい感じです。はい、続いて紹介するのはジャイアントトレインモッド、モッドしなかったブロックです。これも一緒です。はい、こんな感じでね、あとトロッコができます。プラネットマインクラフト .com、まあ、これはちょっとね、このモッドを配布してるサイトなんですけども、こんな感じでめっちゃ長い、マジか。え、どこまで続く、これが、目の前か、一番うまいか。はい、こんな感じで、めっちゃね、リアル、かつ、めっちゃ長い。はい、こんな感じのね、電車じゃないわ、機関車ができます。はい、すごいですね、これ。建築センスがありすぎる。次は、こちら、ビッグツリーモッド。はい、こちらのブロックを置いていただくと、はい、こんな感じですね。ちょっと今、まだ生成されてないんですけども。ビッグツリーです。その名の通り、ビッグツリーが誕生します。まあ、こういう建築物とはまたちょっと違ったものを紹介していきたいと思います。はい、こちら、ニャーンキャットですね。こちら、プライス。で、置いてもらうと、はい、こんな感じでね。ニャーンキャットっていう、まあ、YouTube である、あるじゃないですか。有名なね、動画なんですけども。それのキャラクターが、アートとして、これもね、ワンコインじゃなかった。ワンプッシュで。2プッシュでできます。はい、こんな感じでね。はい、ジャイアントテンプレート、これもまたちょっと変わります。はい、できるものがこんな感じです。はい、見てください、これジャイアントテンプルですね、神社だっけ、お寺だっけ、忘れたけど、はい、まあね、ちょっと洋風な感じのお寺になっております。フライングスピークパンチャラなんちゃらアイランド、空飛ぶアイランドかな、アイランドじゃなかった、港じゃないわ、空飛ぶ家的な、すごいですねこれなかなかもう中までしっかり作られてる感が出てます。はい、これもめっちゃ綺麗ですね。フライアイランドバイジャー、空飛ぶアリーナ的なめっちゃかっこいい、これちょっとまともに見たの初めてなんだけど、画像で見ただけなんですけど、やばいね、これめっちゃ綺麗だね。スチームパンプキンエアーパンプ、わかんない、読めない、エアーシップ、はい、エアーシップ、やっていきましょう。名前の通りですね、エアーシップになっております。木造でできてる感じかな、あ、もう決まる、なかなかリアルですね。はい、ファンタスティープライス、ファンタスティープラスプラプラス、
はい、これ紹介していきます。これね、結構なんかでかそうな感じですよね。はい、紹介していきましょう。はい、できました。すっげー綺麗、すげー綺麗。なんかクッパのお城とかでありそうだよね。あ、でもここら辺はなんか意外と綺麗な感じになってて、いや、いいですね。はい、こんな感じですね。はい、サンドプレイス、プレイスってなんだ、お城かな、まあ、よくわかんないんですけど、やっていきましょう。はい、こんな感じです。砂漠のお城、すげえ、おすげえ、これ、え、マジか、すげえ、もうすごすぎですよ。エアーボアシップです。はい、こちらはね、飛ぶ飛行船というわけで、これのなんかすごい豪華版みたいな。で、それプラスさらになんかね、なんだっけ、紅の豚にありそうな紅の豚でありそうなね、この飛行機戦闘機みたいなやつがついてきます。はい、これがエアーワーシップですね。はい、サウザントサニーワンピースシップというわけで、まあワンピース知ってるかは多分わかると思うんですけども、はい、というわけで、こちらワンピースね、サウザントサニーシップかな。ちょっとね、僕ワンピースには疎いものでしてまあね、日本の国民的アニメですけども、ちょっと疎いものでしてね、まあちょっとお見せすることしかできないんですけど、説明はちょっとあんまできないんでね、にわかがやってもちょっと怒られたりするんで、はい、まあこんな感じになっております。はい、ちょっと水までね用意されて、ちょっと重たいんですけど、こっちの方、はい、でなんか顔がついてるみたいな、ライオンかな。はい、こうなっております。はい、次からはですね、模型ってなんて言うんだろうな、キャラクターがメインとなってきます。ではね、もう早速紹介していきましょう。まあ、見ればわかるんでね。はい、こちら、GAT-X105 ストライクガンダムというわけで、ガンダムですね。はい、こんな感じになっております。でっかいな、すっげーでかい。はい、ガンダム、もうガンダムの模型あれですね。はい、すっごいねでっかいんだよね、これ。はい、初音ミックですね。初音ミックじゃんちゃんとネギまで持ってね。はい、こんな感じになっております。パンツは白みたいですね。はい、ブラインドガーディアンですね。足じゃない、尻尾ですね。あ、待ってこっちの方のさっき作ったものが、ギリギリセーフ。なんかいい感じに襲ってくる、城を襲いに来るモンスター的な。はい、こんな感じですね。これ何のキャラか自分よくわかんないですけども、まあモンハンに出てきそうな、まあ、そんな感じのキャラですね。まあなんかもしわかる方いたらぜひコメントください。中入っちゃった、よいしょ。はい、こんな感じになってます。すごい威圧感すごい威圧感、しかもなんか手に持ってますね、あれ。あんな感じで、すごいですね、これ。デッドマスター、ブラックロックシューター。というわけで、まあ、ブラックロックシューターのこれ、キャラクターですね。でっかいっすね、これ。めちゃでかい。キャラクター系、みんなでかいですね。はい、まあ、ブラックロックシューターのキャラクター名はわかんない。デッドマスターっていうのかな。はい、ちょっとブラックロックシューターもちょっと疎いんで申し訳ないですけど。はい、ブラックロックシューターのキャラクターです。はい、めっちゃドクロとかリアルっすよね、これ。はい、こちら、ブラックロックシューターになっております。はい。これ鋼の錬金術師ですね。はい、はい、これ見てください、これね、ちょっとちょっと通話で仲いい友達に見せたんですけども、はい、こんな感じでね、めっちゃ一番受けが良かったですね、これが鋼の主人公ですねの、名前は忘れちゃったんですけども、はい、のキャラクターが出てきます。はい、でね、ちゃんと魔法陣までこんな感じで忠実に再現されてまして、めっちゃねすごいですよね、これ。ハガレンファンにはたまらないと思います。こういうの飾っといたらね。はい。はい、というわけで、今回のインスタントブロックモッドどうだったでしょうか。ね、自分は本当もう、このモッドのファンになりそうってなってるんですけども、もうとてもね、感動しております、このモッドには。はい、またね、新しい革命が来ることを願っております、またね。はい、どんどんキャラクター追加してほしいですね。はい、というわけでね、こちらのモッド、続きが気になる方、いまして、まあ、またダウンロードしたいなって思う方がいましたら、下の詳細欄にね貼っとくんで、まあ、ぜひぜひダウンロードしてみてください。ほんとすっごいねリアルなものとか建築も素晴らしかったりするんでね、ぜひサーバーとかでね、このモッドを知らない人とか
見せて驚かせてみたりしてください。はい、というわけで最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てね。はい、バイバイ。